停電？停電か。怖いよ。スマホの充電が。もしもに備えるエレファーム。突然の停電、不安がよぎりますよね。台風、ゲリラ豪雨、雷、これが停電の主な発生原因です。停電が長引くとじわじわと不安が募ってきます。照明が使えず暗い。お母さんどこ？お風呂やシャワーが使えない。それ困るわ。テレビもパソコンも機能停止。ニュースも見られないよ。スマホの充電切れも心配ですよね。やめて。そんな時頼りになるのがエネファームです。エネファームには停電時発電継続機能というのがあって、もしもの時に備えます。たとえ停電になったとしてもエネファームが発電を継続。専用のコンセントから電気が供給されます。使用可能な電力は機種によって異なりますが、電気スタンドやテレビ、パソコン、携帯電話の充電、そしてお湯や床暖房が使えます。また断水した時もエネファームのタンクのお湯や水がトイレの水などとして使えるんです。これは安心。助かるよね。シャワー使えるんだ。テレビ見られるね。エネファームいいね。実際に停電を経験されたお客様からは、停電中もコーヒーメーカーが使えたので普段と同じようにコーヒーが飲めてとても安心したという声をいただきました。また2018年に台風21号の影響で大規模な停電被害を受けた関西地域では、発電継続機能のついたエネファームが少なくとも853件で稼働。不安な夜に電気と熱を供給しました。東京ガスライフ丸はエネファームはもちろん、あなたの街のガスと暮らしをサポート。何でもご相談ください。快適で経済的で環境にも優しい暮らし、エネファームが作っているのは電気とお湯と家族の笑顔です。はい、ポーズ。万が一の時にも安心をお届けするエネファームをぜひご検討ください。